ベトナムから他国への留学が増え、外貨の流通量を制限しているベトナムでは、一時的にドルの市場価格が上がる特徴があります。そのような教育への投資が過熱する状況で、留学後の就職先がない現状についてニュースをご紹介します。海外卒業後のベトナム人の苦悩。ベトナムの海外卒業生たちは、帰国するか海外に泊まるかにかかわらず、居場所を見つけるのに苦労しています。カナダでマーケティングの学位を取得したタイン・タオさんは、自分の専門分野での仕事を見つけることができず、倉庫での仕事をしています。彼女は、外国人大学院生が地元の志願者と競争する難しさを経験しました。オーストラリアの短期卒業ビザ保有者の就職状況。オーストラリアでコミュニケーションの修士号を取得したティエン・キムさんも、同様の状況に直面しています。彼女は、留学生としての文化的な障壁が就職に影響を与えていると感じています。オーストラリアの公共政策シンクタンク、グラッタンの報告書によると、短期卒業ビザ保有者の多くが低スキルの仕事に頼り、フルタイムで働けるのは 55% に過ぎません。また、アメリカの各週刊誌ザネーションの報告書では、留学生の 77% が米国に残って働く意向を持ちながら、実現できたのは 46% だけでした。ベトナム教育訓練省の発表と専門家の意見。ベトナム教育訓練省は、毎年約4万人のベトナム人が海外留学しており、これは2013年以前と比べて2.5倍に増加していると発表しました。教育専門家のブートフオン氏は、親が子供たちに海外留学を強く勧めることのリスクを指摘しています。